ということで6回目次は7ステージ7罠回避をやっていきたいと思いますこの罠回避はですねバナナを踏んで滑ると見せかけて実は落とし穴があるんですねこの落とし穴を触ってあげると草が見えますでバナナを取り除いて進むを押すと ちゃんと進んでくれるのです。これで回避成功です。はい、この動画がためになったとかまた見たいなって思ってくれたらチャンネル登録お願いいたします。では次の動画で会いましょう。日和香でした。